初戦やった時と今の自分何が違いますか？何度も言いますけど、組み立てが上手くなったというか、あとパートパートで何出すかっていうカードを切る切り方が上手くなったというか、多分そういうとこが一番変わったのかなと。ところどころではテクニックももちろん上がってるし、全体的に上がってます、はい、グスタボは2年以上試合やってないんですよ。こういうブランクってこう試合感に影響すると思いますか？僕自身がそんなブランク感じないタイプなんで、まあ、なんとも言えないですけど、まあでもその分情報も少ないですし、まあ、2年会えばね、ああ開けばだいぶ変わってくると思うんで、まあ根本は変わんないと思うんですけど、2年ぐらいじゃ逆に言ったらね矛盾してます人間そんな変わんないそうそうそう、人間そんな変わんないから、まあ付け足しね、オプションはついてたとしてもそんなに根本変わんないんで。矢地選手はこのリベンジローズ第1戦目はちょっと失敗に終わっちゃったんですけど、まあ、手応えはあったと。そうですね、確かにいろいろ段階踏んでいきたかったのが、まあ、正直な気持ちなんですけど、ちょっと笑いすぎです一発目で、まあ、一発目で失敗しちゃダメでしょ。でもあれですから、グスタボが最初のきっかけですから。そうですね、本当、うん、はい、もともとはそれが一発目だ。そう、まず最初にリベンジするべき相手はグスタボ選手だったんで、この前はもうなんかおまけみたいラッキーだった。でも結局負けちゃったんですけど、もう一回仕切り直して彼から始まった僕の、連敗ロードを全部払拭するべく、まず彼を倒してっていう、そこからまた連勝街道に乗っていきたいなと思ってます。